というわけで、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ではちょっとアシュリーパートですね、やっていきましょう。あのリモコン操作ではないね。ひとまず明かり、あ、これめちゃくちゃ明るいんだけど、は、前方照らす、あ、ここが開いたってこと。一応走れるは走れるけど、いや、せめてなんか銃とかね、ハンドガン渡しといてもらえればよかったのに。アシュリー、自分の身は自分で守るんだみたいな感じでさ。え、これめっちゃ暗いんだけど、怖っ。これ明かり消すことできないの？なんか見つかった時にさ、ネズミ、ネズミだって倒せなくない？あとで来れんのかな？いや、覚えとこ、一応ネズミがいた。ここのネズミって関係ある？ガチャ。いや、これ多分見つかんないように行くのかな。後ろからやってもさ、敵は倒せなさそうだけどね。うん、最悪。あれ、あ、一応火は灯ってるってことか。なんだ、時計動かす、いや意味わからん。針が動く、多分これがヒントかな。霊廊の道、決まった時刻に目を覚ます。夢暗き道を忘れるな。もうちょっとヒントが欲しいな。これ壊せる？壊せないな。ちょっと走るか。いる？どういう配置してんのこれ。アイテムを手に入れるとかっていうのはあんのかな。鍵、確かに前作っていうか、そのオリジナルバージョンだったらなんか手に入れたアイテムよみたいな感じでレオに渡してくれた気がするんだよね。これ前方照らしてもさ、なんか どうなの。いまいちわかんないんだけど、あ、まあでも確かに前方は明るくなるけど、まあ、言うてもっていうあれだよね。え、どう言ってる今これ。何、お、え、マジで。でもまあまあまあ、そこまで暗くはないか。あ、ハンドルがある。え、で階段が降りてきたのか、多分。じゃあこれはもちろん回収しよう。あ、でこっちに行けるか。さあ、そしてもう敵が出てきたら厄介なんだよな。これは、あ、また四角ボックスか。でも四角ボックスはここにあるってことは、多分やっぱレオンで来れるな、鍵。あ、これでレオンのやつを助けるってこと？で、これ帰りやばいでしょ、絶対。めっちゃ落とすよ。え？ちょ、待って、やばくね？あ、最悪。いいや、走れ。いやいやいや、怖い。あれ、ここ、ここ鍵玉、あ、ここか。ええ、マジで。3番目開いた。来てる今。
早く早く早く、これ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 、あ、鍵束だからか、なるほど。めっちゃ怖いわ。え、自力で開けられる？まあ、一応、あ、なるほどね、登れるところには来た。はいはいはい、タイプライターがある。えっ、Leon? Ashley, are you okay? Hang on, I'll figure something out.待って、先にセーブしたいです。で、あれ、時計ってなんか、なんだ、あ、そう、自分で動かしてんのか。時計を何時にどうすればいいのかマジで分かんねえかんな。これは、いや違うな。紋章サラザール家、紋章盾、地下の霊廊に行かなければ呪われた鎧どもが待ち受けるあの場所に。神よ、あの狂った何主、心なき悪道、ラモン・サラザール、青い光、私を守りたまえ。あ、これか。あ、で、ここも、なんかアイテムが見えんね、中に。地図見よう。ん？くぼみ、柱時計、ギミックトレジャー。まあ、先行くか。鎧が出るっていうことが分かっちゃったからな、やだな。これは11時4分時計、なるほど。で、こいつはなんで11時4分っていうのを解き明かしたんだろう。どうやって解き明かしたんだろう。お、これどれだ。多分羽、これか。ちげえしどれだ。多分文様が対応してるんだと思うんですよね。サファイア、まあ、2つ使ったから残り2つっていう、もう2択でいこう。で、ここはちょっと待って、これさめちゃくちゃ大変なんだけど、ちょっと待って、ね、11時4分、これ勝手にやってればさ、なんかガチャってなんないの。1234、あ、で、決定を押さなきゃいけないのか。おおおお、ちょっと音出さないでよ。よし、開いた。そう、あったね。同じ11時4分でいいの。走るか。あ、いる。マジかよ、どうすんだよ。確か回れるところはなかったっけ。こっちまで来る？いや、来ないな。え？青い光でもしかして撃退できるとか？ちょっとやってみる？この青い光に弱いとか。おい、そんなことないぞ。お！マジか。全然ゆっくり行かないけどね。走るよ。俺は走るぞ。ん？ホールド。来てるか？だって普通に考えてさ。いやいやいや、待って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 。違う違う、ここいっぱいいたよね。待って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 、これどこまで行く？で、一瞬。なるほど。これでもさ、絶対さ。ちょ、え？待って！どこだ時計、ちょっと地図ん、時計、柱時計、このままか。で、あれ、どっから来た。こっちへ行きたいのよ。
ここ？そうだな。止まるな。で、どんどん動かしていこう。ちょっと待って、戻らないと。はい。絶対さ、これ落とすよね、途中で。で、逃げなきゃいけないっていう。アシュリーパートもだいぶ変わってるね。めっちゃ怖くなってるわ。来い。来た。こっちの方が早かったか。来んな、来んな。鎧嫌だよ、確かに。Didn't I just say I was done? え、いる？いや、こいつら動くってこと？あ、霊楼。あー、どうする？このまま突っ走る？こう行けばさらざるけ。え、紋章を取ったらまた戻んなきゃいけないのか。なんかあるな。最悪だ。どうすればいい？どうやって鳴らす？いや、この鎧絶対動くでしょう。チリン。はい、来ました。やるしかない。多分4隅だよね。来んな。どこだ？これちょっと、ちょっと無理ゲーじゃない？いけなくない？ちょっと無理ゲーじゃない？いけないよ。いや、もう無理ゲーだよ。これ、はまったんじゃん。あ、いける。これか。よし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 。あとはもう突っ走るしかない。大体さ、あのぐらいめちゃくちゃ重いのにさ、こいつも絶対動くでしょ。今なんかすげえ赤く光ってたし。いや、ここやばいわ。いや、取れんわ今度は。あ、カンテラ置けってこと。いや、最悪。あー、回収できるか？置いた後。いや、絶対ここの色やばいでしょう。開く？これで。いや、開かねえんだけど。ん？十字。十字。なんだ、何をどうすればいいんだ？あ、なんか月になってんな。欲しい。はあはあはあ、全く分からん。これだって2つ取れんの？交換できる？あ、交換できるわ。なるほど。月、星、星っていうか十字。多分でもこれ十字だな。十字に照らして、ここは丸だな。十字。あ、なんか月の形が微妙に見えんな。これ多分これに合わせればいいのか。え、じゃあこれが丸か。じゃあこれがこうで、でこれがこうか。ここが開くの？いやいやいや、待って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 、いやいやいや、逆かよ結局。
ね、開いたらカンテラ回収したいんだけど、取ったら。いやこれ走るしかない。これ戻りやばくね、やっぱりね。明かり落とすっていうのはちょっと予想が違ったけど、マジでどうすんだこれ。この青い光のところ大丈夫、多分あの自然の青い光で止まったんだな。あれ持ってこいよ。じゃああとはやつか。おお、びっくりした。無駄無駄無駄。はい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 、もう後ろは振り返らず。振り返るけど、めっちゃ来てる。怖っ。ちょっと待って、どこに出てきた。でこうか。あ、また書庫。でもどう突っ走っていけばいいんだ。ここ行けるようになってるよね。でここもこうつながってるけど、帰り道どうすっかだよな。だってどうする、どうすることもできない。どっから、こっからか。一旦ここへおびき寄せてっていう感じかな。で来て、でちょっと広いところに行って、で危ねえ。これもう一体いたら終わるな。でここへ出てきたら、いやそのまま真っすぐ行くか。あ、青い炎があるっちゃあるんだ、ここに。どう、関係ねえし。暗っ。ちょっと待って、めちゃくちゃ暗いんだけど。ルート取り失敗したか。ちょっと待って、うん、こうか。あの兵士ってこうやってしゃがむってこれんの、どっちこれ。え、いや暗すぎてマジでわからん。ん、どこだ。え、ちょっと待って、どこ、マジでどこ。え、こっち行けない、もしかして。え、しくったか、マジでしくったか。こっちから回ってかなきゃいけなかった。え、どうなってる、あれ、ここエレベーターだっけ。暗すぎてわかんねえわ。あれ、ここだよね、扉。いや、行けねえわ。最悪、ちょ、暗すぎて見えねえし。こっちじゃなかったってことは、ここの道がもう終わってんだっけ。いやもう暗すぎてさ、鎧の兵士とか見えねえし。てか道がまず見えないからね。あ、ここ開けて大丈夫。うわあ。まあそうなるよね。すまんアシュリー、不甲斐ない俺を許しておくれ。で、なんかすげえ逃げ方してんだ。毛先をしてくるから右から行けば大丈夫。危な。マジで罠なんだけど。じゃあこう行って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 、あ、でこっちの階段を登っていかなきゃいけないのか多分。だからこの右に行きたいんですけど。で、いるか。まあ一応明るいっちゃ明るいな、さっきよりは。マシだ。
で、あと問題はここだよな。地図見ながらで。こっちから回れる？あ、回れんな。で、ガチャっていける？ガチャっていけねえじゃねえかよ。あ、階段か。そうか。よし。OK。あとは？ここは。いないでくれ。いそう。いない。よし。でも速攻でちょっとはめないと。やつら追っかけてくるか。セーブできたな。ちょっとセーブする。いや、なかなかに緊迫するね。全員倒したのか、ここで。死んでる。これ何が刺さってる？クロスボウ。あ、鍵。Hey, try this. よっかーんって当たらなかったよね。Make it down and catch you. もう降りられる気でいるんだけど。Yeah, I think so.開かなかったらどうすんだよこれ。違うみたいな。世話が焼ける子だ。効かんよ。はい、というわけでチャプターエンド、まあアシュリーパートでしたね。なんかめちゃくちゃ怖かったんだけど、まあまあまあ無事クリアすることができました。一応チャプターリザルト言いますか。阻まれる希望への道、これは単純にチャプター9クリアか。というところで今回はじゃあここで終了したいと思います。次回はチャプター10ですね、やっていきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。